獣のように。極道ステーキシリーズに続き正統派ヤクザナンバーワン清水幸次郎が新たなる男として帰ってきた。これで俺とあんたのしがらみは切れた。遠慮なく行かせてもらうぜ。男軸、男を通す男軸。ちんけなやっちゃ隅っこあるかんかい。もうやるわ。俺は本当の極道を貫きたいと思って荒波だらけの船出だ。泥船もいいじゃねえか。男が男に惚れ荒くれ者と殴り込む。命を粗末にするような真似はするんじゃねえ。桜組の仕業ですかね。一体誰が。日本の暴力地図を塗り替えろ。極道男塾。